秋篠宮卑子さまは55歳の誕生日を迎えられた9月11日、眞子さまと小室圭さんの結婚について、文書で心境を明かされました。長女の気持ちをできるだけ尊重したいと思っております。眞子さまは10月日に0歳の誕生日を迎えられます。それまでに何らかの動きがあり、年内に幕引きが行われると予想しています。今回は、ニューヨーク州弁護士のリッキー徳永さんに、現地の生活と弁護士としての活動について伺います。徳永さんは日本の大学を卒業後、単身渡米し、ルイジアナ州ニューオリンズのツラネユニバーシティロースクール、LLM に留学。現在、シンガポールを拠点にしながらグローバルに活動しています。ニューヨーク生活シミュレーション合格したら、弁護士登録の申請に移行します。今後の流れはどのようになるのでしょうか。新米弁護士として、最初の数年はかなりハードです。仕事内容は、先輩弁護士に言われたことをとにかくこなす、リサーチや文書作成が主になります。期限と成果のプレッシャーは大きく、体調と精神面の管理はかなり重要です。弁護士専用のホットラインや支援団体があるほどです。それでも成果を出して、注目される存在になれば、出世コースと言えるでしょう。徳永さん、アメリカの弁護士は専門性が細かく分かれます。最も稼げる分野として、知的財産、大規模訴訟、会社法、医療関連などが挙げられます。中でも、今後は的な取引の経験が重宝されるでしょう。米国弁護士は報酬だけではなく、活躍の場は無限にあります。法律の経験を生かして、ビジネスや政治のリーダーとして活躍する人も多いです。弁護士資格を持った人が大企業の役員や大統領、市長になることはよく見られます。徳永さんは、日本には有資格者が少ないので、ニューヨーク州弁護士の市場価値は今後、高くなると言います。どのような場面で米国弁護士資格が評価されるのでしょうか。ビジネスに国境がなくなるにつれて、法務案件が増え、特にインターネットが関わる資金調達や M&A は動くお金の額が桁違いです。このような大きなお金が動く案件にニューヨーク州弁護士は関わります。このような案件を扱う資格と経験を持ち合わせている人材として評価が高いということです。さらには、小室さんのように、論文を発信する技術と影響力がある専門家は注目されます。法律事務所では、事務所の規模と弁護士の役職によって年収が大きく変わります。具体的には、大規模事務所でパートナー、共同経営者になれば、年収1億円も可能になるでしょう。企業の社内弁護士もかなり稼ぐ人がいます。大企業のゼネラルカウンセル、最高法務責任者になれば、年収1億円も可能になるでしょう。このように、弁護士がビジネスのリーダーとして活躍できるのがアメリカなのです。